ガリウム弾をね、使ったとしたら、物証がないでしょ？その物証をね、手に入れる方法があるんですよ。私、サムネイルに書きますけど、安倍総理がね、こう叫んでると思うんですよ。弾を探してくれ！弾はここにある！この弾をね、探してくれって言ってると思うんですよ。皆さん、どこにあると思いますか？弾はありますよ。あんな道をね、探してもね、弾は出てきません。玉はだって液体で溶けちゃったんですから。玉はどこにありますか？そうです。奈良医大にあるんですよ。奈良医大の、ね、安倍総理の血液が残ってるはずです。安倍元総理の血液の成分をね、クロマトグラフィーとか検査に出して、出すとね、ガリウムのね、高濃度が出てくると思いますよ。金属ってね、血液にちょっと溶けますから。そうなんね、血液検査の検体絶対残ってます。検体ってね、捨てないんですよ、あれ。後で再検査するために置いとくんですよ。特にこんな殺人事件の場合だとね、絶対置いてますから、ぜひね、警察の鑑識でもいいですしね、検事局の方でもいいですしね、このね、弁護団の方でもいいです。安倍総理の血液のね、金属成分、特にガリウムとか、水銀とかね、そういう重金属の、液体なる重金属の、成分がね、高濃度にないか調べてほしいんですよ。サクションしたね、地位もね、あれ、多分、だって20リットルぐらいでしょ？100単位って言ってたから、残ってると思うんですよ。捨てないと思うんですよ。廃液にしたとしても、血液検査はね、してると思うんですよ。血液の標本をね、置いてると思うんですよ。それをね、今多分冷凍庫にね、保管してあると思うので、それをね、成分検査を出してほしいです。そうすると、この仮説がね、正しかったのかどうかっていう、溶ける玉、消えた玉のね、一つのね、仮説、立証になると思うんですよ。確率としてはね、30% ぐらいかなと思います。皆さん三段重曹って見たことありますか？私法医学を学生の頃ね、習ったので、重曹のことは少し知ってたんですよ。実際に銃の撃たれた人は見たことないんですけれど、三段重曹っていうのはね、こんなんですよ。ちょっとこれカラーがちょっとね、残酷なので白黒に落としたんですけど、至近距離でショットガンで散弾銃で撃たれたってたね、もうめっちゃくちゃでっかい穴が開くんですよ。YouTube でもアメリカのショットガンのね、マニアの人たちがパイナップルとかスイカとか撃ってますけど、そんな5メートルなんかで撃ったらね、もうね、コッパみじんになりますよ。だからショットガンってね、護身用で買うんだったら銃よりもショットガンだよってアメリカでは言われるんですよ。ショットガンお前も買えって言って、危ないやつが来たらね、もう殺さないとお前殺されるぞと、拳銃なんかで撃ったって相手死なないぞと、ショットガンで撃つんだって、ショットガンで撃ったら相手はバラバラになるからって言われるぐらいの威力なんですよ。これ法医学の論文からね、で取ってきたんですけど、5メートルの距離でね、撃たれたとしたら多分こんな重曹ですよ。私医者ですからね、この顔色見たらね、あれこの人も全然持ちの気がないっていうかね、顔色が悪いっていうのをパッとわかるんですよ。貧血を起こしてるなってね、失血を起こしてるなっていうのが、こんなんなんか見たらもうね、もう全然血がないですよね。でもう真っ青になってるっていうか、でね、あれなんで血が流れないのかなと思って、で心臓マッサージなんかして大丈夫かなと思ったんですよ。だって銃で撃たれたわけですからね、心臓マッサージをしても心臓がもし止まってるんだったら銃によるね、心臓への打撃だから、心臓マッサージしてもあんまり意味ないんじゃないかなと、でも救急的には正しいかなと思って、見てたんですよね。その頃も安倍さんはもうドクターヘリで搬送されて、集中治療を受けてる時だったんですけど、で皆さんツイッター追いかけてたら分かったと思いますけど、この女の人ね、
あれ春よやないかって言ってね、あのつぶやいた人がいるんですね。そっからブワーって広がって、宮本春代っていうね、あのフジテレビのなんかキャスターの人のに似てるって言うんですよね。で、あのクライシスアクターって言って、あのまあワクチンとかね、あの看護師役とかね、あのそういうのでよく出てくる人だって言って、まあ噂がある人だったんですよ。で、あのボストンマラソンとかでもそうですよね。もうあの本当にあのテロ事件が起きたって言って、実際あの足がないね、あのアクターを雇って、そこでなんか骨とかね、あの血のりとか作って、なんか足がもげたみたいなね、あんな映像を撮って大げさなことにするっていう、ね、アメリカからなんか始まってるような、そのテロ事件をね、こうあのなんていうかな、デコレーションするっていうか、あのでっち上げるような、そういう情報じゃないかっていう、まあそういう憶測が飛んだんですよ。まあでもこれよく見てみたら、この人たち、まあ人絵の切れ長のね、マスク美人だけど、みんなでもちょっとずつ顔は違うなっていう印象を受けたんですよ。で、宮本春代さんって一体何なんだろうな、そんな有名な人なのかなと思っていろいろ調べてたんです。こっからは私の独自のね発見だったんですよ。で、この人ね、あの調べてるうちに SP でしょ、警察庁から送られてる、あの総理経験者のにあの与えられてるたった一人のね、あのセキュリティポリスなんですよ。あのまあ護衛してる警官なんですよ。で、その人がね、宮本春代さんに似てるよっていう話だったんですよ。で、本当かなと思って調べたらね、私発見したんですよ。中国語サイトがね、ものすごいたくさんの、まあ、あのサイトっていうかな、こういうニュースを流してるんですよね。宮本春代さんじゃないっていうんですよ。あの石田萌実さんって読むのかなっていう、この空手の達人でね、すごい美人だ美人だっていうような記事があるんですよ。でね、そんな記事がうわーっと永遠に続いてると、全部中国語サイト、中国語で書いてるんですよ。で、ね、一つ私ね見つけたのにね、これなんですよ。これこれ皆さん分かりますか、このサイトで、石田萌実警視庁かわいすぎるって、これね日本語で書いてるけど、民主党の党の字とかね文字化けしてるでしょ、ね、そしてあの東京中央区の区なんて、これも文字化けしてますよね。これ明らかにね中国人が作ってるんですよ。それでなんでね、こんな石田萌実さん、あの安倍さんのね、あ SP だったね、美人SP をね、これ日本語でわざわざね、これね速報記事で出すのかなっていうのは、これ怪しいなと思ったんですよ。でしかもね、これ私画面のキャプチャーを撮ったのは、このサイト実はね、あのウイルス仕掛けられてるんですよ。入る途端にね、なんかイエスかノーかみたいなのが出てきてね、トレの木がっぱか、なんかわかんないんですけど、ウイルスがね入るんですよ。で、これは怪しいなと、誰がこんなことしてんのかなと思ったんですよ。それでまあツイッターとかを見てるとね、今回のこの事件って中国語のメディアがものすごく早いよ、ものすごいね、中国語のウィキペディアもね速攻書き換えられたりね、中国側の動きがすごいよっていうのを見たんですよ。それでまあ怪しいなと。で、私2年ぐらい前から、まあ、コロナのちょっとぐらい前からね、まあ、国際情勢を追いかけてるわけですけど、中国共産党のやり方に似てるなと思ったんですよ。中国共産党のやり方ってね、嘘で嘘を固めるんですよ。隠蔽するんですよね。YouTube にちょっと支障があるので、まあ、伝染病ですよね。あれの、ね、菌ですか、ウイルスですか、あれの起源ってね、あそこに研究所があったんですよね。で、研究所で石精霊っていうね、コウモリ女って言われてるね、あの人がウイルスの研究やってたんですよ。どんな研究やってたかっていうね、ウイルス、コウモリいっぱい集めて、ウイルスね、いっぱい集めて、それを人間に移るかどうかっていうね研究してた、論文いっぱい書いてるんですよ。で、それがね漏れたんじゃないかっていう情報を
ね、あ、中国はもう見事に消しましたよね。なんかね、あの軍のね、あのその専門家の将校、その研究所に行ってもう全部掃除して、そんな研究は一切ありませんみたいなことで、やったんですよね。ちょっと2年ぐらい前やったかな、中国共産党の人がアメリカに亡命したっていう噂があったでしょ。その時もなんかね、ウェブサイトにその亡命したっていう人は実際ここで働いてますよみたいな、ね、写真載せたりね、活動してますよみたいなウェブサイト作るんですよ。でもそんなもんね、嘘に嘘固めたらね、そのほころびが出たら全部崩れるんですよ。でもね、中国人の文化ってなんかそういうところありますよね。なんかこうなんか変なものが出たらもう隠してしまえ、嘘で隠してしまえみたいなね。だから今回もこの宮本春代さんに似たこのね、クライスアクターを使ってしまって、あ、失敗したと思ってね、早速これ嘘で覆い固めたんじゃないかなっていう疑いを持ったんです。で、福島教授の記者会見があったのかな。それでね、あ、なるほど、入射口ね、弾丸が着弾して入ったのは右首の方なんだっていうことに気がついたんですよ。そうすると話全然変わってくるでしょ。ね、これは、ね、弾が出てきたんじゃなくて、弾がまさに入ったところだったんですよ、と私は仮定したんですよ。仮説なんですけどね、誰にも本当のことはまだわからないんですけど、このパッて開いた瞬間っていうのは、このパッて開いた瞬間ね、これは弾がね着弾したんだと思ったんですよ。それで、まあ弾なんていうのはもうね、音速域を超えてくるわけですよね。だからまあね、衝撃波としてバンってボタンをね外してこう開いたんだと。だけど弾がふっとこう体内に入ったから、その空気の歪みがねパッと閉じたんだっていうふうに理解したんですよ、私ね。そうするとこの斜め上に映ってるのっていうのは次の弾丸じゃないかって、3発 0.1 秒ぐらいの間に3発撃たれてるっていうのは、それって自動操縦じゃない、自動小銃じゃないの、アサルトライフルじゃないのって思ったんですよ。ね、まあ、そこがね、私のね、仮説の始まりだったんですよね。そうすると、犯人以外に狙撃手がいたんじゃないかっていうふうに考えたんですよ。あ、明らかにもこの時安倍さん死んでますよね。まあ、心肺停止って言われてますけどね、もう顔色も悪いし、もう足の形もぐにゃっとしてるしね、もう筋肉がもうね、ぐにゃっと、もう力抜けちゃってるんでしょうね。こんなんでもう全然もうね、血の気がないもんね。だから開業医の先生が近寄って見たっていうけど、やっぱり眼瞼結膜とかももう真っ白だったって言いますね。銃弾で撃たれて大血管が破れてたんですよ。心臓も壊れてるし、大動脈も壊れてるし、でもう鎖骨下動脈両方壊れてるんですよ。だから上から撃たれたのはもう上からね、 血まみれですよね。その血がね、胸腔に入ってくるんですよ。本来肺を収めてるようなとことか、心臓を収めてるような空間が 血で埋められるんですよ。普通ね、そこ刺されたり、咳して穴開く人とかよくいるんだけど、肺にね、ブラとか言うんだけど、そこが穴が開いたとしたら、普通空気が入るんですよ。でも安倍さんの場合は、ね、それは血液が入ったんですよ。だからね、胸郭が血で満たされたんですよ。重核が血で満たされた。重核っていうのは心臓を覆ってるね、空間があるんですけど。そうなる、そこでね、上からもう心臓マッサージガン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 したわけでしょ。そんなんすると、まあ、それは悪いことじゃないですよ。まあ、わからないからね。心臓動きなかったら心臓マッサージ するっていうのはね、まあ、基本だからいいんだけど、まあ、心臓が壊れてるような状態、大血管全部壊れてるような状態で、心臓マッサージしたんですよ。どうなるかわかるじゃないですか。で、肺がある空間と、心臓がある空間は、血液でもういっぱいですよ。だからね、そこの陰圧の部分全部血液がそこに行ったんですよ。だから安倍さんは体外に出血しないで全部胸腔と重核に
あの出血したんです。そこにもうガン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 心臓マッサージしたから、多分背中側ですよね。もう背中側がもう全部あの血でね、胸郭が満たされたような状態になって、ドクターヘリで運ばれたんですよ。そんなんもうお手上げですよね、救急センターに来てもね。で、あの奈良医大の救急センターの福島教授が言ってたでしょ、血が固まらなくなって大量出血で死んだと。でもあの出血が止められなくなったんだ。こんなんね、医者だったら誰でも分かるんですよ。あのね、もう医学生でも分かるね、有名な DIC なんですよ、これね。 DIC っていうのは血液が、ね、もうね、あの凝固因子使い、血液の固まるね、元を全部使い果たしてしまって血液が固まらなくなるんですよ。だからもうね、血が止まらなくなって、その出血箇所だけで全身ね、もう全部の臓器が全部出血始めるんですよ。そうすると臓器がもうね、全部ダメになるんですよ。もう肝臓も腎臓もね、全部ダメになるんですよ。だからもう生きてられないんですよ。だから奈良県立医大にのですからね、付属病院ですから、エクモとかね、人工心肺とかね、あるんですよ。だからそんなものにつないでも結局ね、もう体がね、死んでしまってる、臓器が死んでしまってるので、多分奥さんが来るまでね、5時ぐらいまで心臓マッサージだけ続けて最後死亡宣告したっていうような状態なんですよ。